さん、こんばんは。あなたの心で火を灯す。はい。今日は、邪気を吸ってくれるバラをね、ちょっとご用意いたしました。さあ、今日は何をね、お話しするかと言いますと、前に行った時に買ったさ、あんなのヨガ灯の塩で、なんかちょっと黄色っぽい色だよね。でね、少し舐めてみました。これはね、結構ね、ミネラル入ってる、マグネシウム、カルシウム、カリウム、これはなんだっけ、自然の恵みで、こう水とかお茶とかコーヒーに一つまみ溶かして飲む。でハイキング、登山の時とかね、そのまま舐めても OK。 もちろん料理の時もね、歯磨きやうがいに塩水で口進めばいいんですって。なんかね、これ大事に使いたいな。それとですね、母ちゃんさ、ほら、なんだっけ、いろいろほら、邪気とか念とかもらったりとか、たまにね、生き量みたいな、ほら、何もしなくても睨んできたり、ほら、勝手にほら、自分は不幸だと思って、人の隣の畑がよく見えるのかわからないけど、人と比べたりね、して、なんか勝手にほら、一人で怒ってる人とか、まあ、いたのよ。その人の念みたいなのが、飛んできて、首がね、なんかね、アトピーみたいになっちゃって、でそれ、ゴールデンウィークだったので、病院にも行けずに、ちょっと、どうしようかと思って、3日か5日ぐらい、ね、その当時にね、丸川さんで発売になったばかりのね、こういうね、髪バランスクリームね、こういうのが発売したばっかりで、主成分はヒマシ油と蜜ろう、ね、オリーブ油、ピーナッツ油、サフラワ油、トコフェロールとかさ、ね、あるんですけど、これをね、なんかね、赤くなったところをね、夜塗ったらね、次の日にね、首見たらちょっと薄くなったの。また、ね、夜ね、お風呂入った後に塗って、また次の日の朝ね、見たらまた薄くなってて、で、これ病院に行かないで、これ、5日間で、治ったって。あと、なんだっけ、突然、ジンマジンがバーッと なってたんですよ、手に。で、その時に、またこれ、もうすぐ塗ったら、またね、ほら、
その置いた時間数十秒後に塗ったんですけど、また塗って数十秒後に治ったっていうさ、ちょっとね、こう、まあ、不思議系のねクリームなんですよね。びっくり。そんなことでね、これは人それぞれだから、たまたまね、たまたま自分に合ってたということで、あとほら私は思うんだけど、あのほら自分が先に知ったこと、危険なこととかそういうものはね、あの自分だけのものにせずに、人にもほらこれね、なんかね危険、大丈夫かななんてさ教えるのもね、いいかもね。黙っててさね、置くのも、教えて、これ危険かもよなんて教えて、それありがたいって思う人と怒る人と、あの右から左に流す人とね、ありますけど、まあ、自分はどう受け止めるかで。ね、ありがとうございます。で、今日ね、おやつ買ったんだけど、まだ備蓄じゃないよ、ね、これ懐かしくない？ブルボンのお菓子と、あとなんかね、これもチョコレート、これ、ね、ショコラ生チョコ仕立て、ね、生チョコ仕立て入りコーヒーですよ。あとほら、あと自分のこと昔嫌い、自分のこと嫌いで本当大変だったんだけど、自分のことを好きになるっていうか、いや、なかなか大変だったね。まあ、自分に自信がなかったというかさ、だから自分をね、助けられるのは自分だ、自分が救世主だっていう、なんかの本でね、習ったんだよね。ということでした。今日やっとちょっとルモナイトのボールペン今、あ、さっき作って今固めてますということで、なんだかんだね、愛、この人は愛を持って教えてくれてるのか、ちょっと怖がらせてるのか、まあとか、まあ
なんかすいません。うまくお伝えできないんですけど、最後に愛は勝つということで、ありがとうございました。それでは失礼します。